JR 東日本は早ければ秋にも運賃の値上げを国に申請するということです。木瀬洋一社長が午後の会見で明らかにしました。値上げは所定の手続きを終えた後、来年にも実施される見通しです。木瀬社長は値上げの理由について、人口減少などマーケットの変化に応じていくためなどとしています。